はい、梅です。こんにちは。どうも。はい、今日もですね、ランドのミニーのスタイルスタジオのこの撮影テクニック動画になります。はい、もうこの話題何回目だって感じですよね。はい、先週ですね、ランドのインパークしてきまして、またまたですね、ミニーのスタイルスタジオで何回かループして撮影してきました。でですね、今回またまたですね、かなりマニアックな撮り方をちょっと試してきました。はい、その結果ですね、はい、こちらの通りですね、はい、めちゃめちゃまたね、この綺麗な可愛いミニーをいっぱい撮ることができました。で、今回ですね、この写真どうやって僕が撮ったのかっていうのをこれからまた解説紹介していきたいと思います。でですね、今回の撮り方は本当にもうかなり上級かつマニアックな撮り方ですので、これ普通の人はね、おそらく真似できないと思います。はい、なんですけども、カメラ撮影テクニック勉強になるから教えてほしいっていう意見ですとか、あとはこの写真どうやって撮ったのっていう問い合わせも結構いただきますので、はい、今回動画にしてまとめてみました。本当にめちゃくちゃマニアックな動画になってますので、はっきり言って最後までおそらく見てもらえないと思います。おそらく大半の方が途中で脱落していくと思います。なんですけども、まあ少しでもね、参考になる方がいるんでしたらと思って今回まとめてみました。はい、それではじゃあ行きましょう。VTR スタート。はい、梅です。こんにちは。どうも。今日もですね、ランドのミニーのスタイルスタジオに来てます。こちらミニーのスタイルスタジオ、皆さん写真難しいですよね。はい、僕もですね、何回かこれ動画アップしてるんですけども、今日ですね、またまた新しい撮影機材をちょっと持ってきましたので、よりミニーを可愛く撮れるようにね、ちょっといろいろとまた今日もチャレンジして頑張って撮影したいと思います。はい、じゃあ行ってきます。はい、今日持ってきた機材を紹介しますね。今日ですね、ストロボをですね、こちらゴドックスの V1 持ってきました。この V1 っていうのはね、この光る部分が丸くなっててですね、かつこうやってアタッチメントがいろいろとつけるすごい万能いいストロボなんですよね。はい、今日このゴドックス V1 でちょっとミニ撮ってみたいと思います。そしてですね、この V1 のこのね、ヘッドのアタッチのところにですね、この半球のこのドームですね、はい、これをつけることによって光が拡散するので、はい、これをつけてみます。かつですね、こちら紫フィルター持ってきました。前の動画でも言ったんですけども、ミニのスタイルスタジオは紫かぶりがすごいので、だったら自分のストロボを紫色にして、で最終的に全部色味調整してカラーシフトで色戻すっていうですね、その撮り方をちょっとやってみたいので、はい、今日はこちらも持ってきました。はい、そしてこちらローグフラッシュメンダーも持ってきました。はい、なので今日はもうこれでですね、ちょっといろいろとね、とことん撮ってみたいと思います。行ってきます。はい、まずはですね、紫フィルターつけてみます。はい、これ見えてないんですけども、これ中にですね、紫フィルター仕込んでます。はい、それでこちらにね、ドームディフューザーつけました。なのでまずはこの組み合わせで撮ってみます。はい、来ました。まず1回目30分待ちですね。行ってきます。はい、1回目結構いい感じに撮れたと思うんですけども、さらにちょっと上を高みをの、ね、目指すべくですね、今度紫フィルターをですね、ちょっと一段濃いのにしてみました。さっき薄いかなと思ったんだけど、なんか薄い気もしたので、はい、紫フィルターちょっと今度一段上げて濃くしました。はい、じゃあこれにですね、今度ローグフラッシュベンダーつけたいと思います。はい、こちらのフラッシュベンダーつけるんですけど、ちょっとね、今ここでつけるのはあまりにもインパクトがあるので、ちょっと列並んでギリギリで装着したいと思います。行ってきます。はい、ミニスター2回目行きます。お帰りなさい言われた。行ってきます。25分待ちです。はい、2回目終わりました。ちょうどですね、今お昼のグリーティングパレードが来る時間で、この時間なんと15分待ちですね。空いてる。15分なら行っちゃいます。行ってきます。はい、ちょうどミニスタ待ってる時にですね、ちょうどね、グリーティングパレードはちょうど通過で、はい、ギリギリ見えました。やったやった。はい、今日はもう1日1回ですね。ミニスター4回目いきます。1回目はね、薄い紫にハンドーム、2回目3回目はこちらのね、濃い紫にローグフラッシュベンダーでしたので、今度3回目はちょっとこの引き続きこの濃い紫、この濃い紫にこちらのハンドームをつけて臨みたいと思います。はい、こちらですね、中見えませんけども、この中に濃い紫のフィルター入ってます。これでローグフラッシュベンダー使わずにこのハンドームで撮ってみます。はい、ミニスタ来ました。4回目です。行ってきます。
はい、5回目行ってきます。5回目、さらにちょっとこの濃い紫とピンクの中間のようなこのフィルターつけてやってみます。これ右のサルスタジオってなんか壁もこんな色なので、このぐらい紫つけても多分色馴染んで、うん、いい結果になるような気がするんだけど、濃すぎる気もするのでちょっとわかんないですね、撮ってみるまでは。はい、これをつけて、はい、今つけました。で、これにですね、今度はまたローグフラッシュベンダーで撮ってみたいと思います。はい、ミニスタ5回目25分待ちです。行ってきます。6回目行こうと思います。紫のカラーフィルターはもうちょっと弱いやつ、中ぐらい濃いやつって3回ちょっと撮ったのでもういいかなっていうことで、今度はですね、このゴドックスの V1 っていうこのストロボの光量が非常に強いので、 V1 にこのフラッシュベンダーでもう環境光を完全に消してとことん追い込んでちょっと撮ってみたいと思います。はい、スタイルスタジオ見えてますね。じゃあこのカラーフィルターなし、この V1 に、はい、こちらのローグフラッシュベンダーだけでやってみようと思います。はい、まもなくナイトフォールグローが始まるってことで、はい、だいぶミニのグリも空いてると思われます。行ってきます。はい、6回目行きました。25分待ちです。今日はずっと30分ぐらいの感じですね。行ってきます。はい、ちょっとグローはちょうど来たので今のうちにミニスタ並びます。20分待ちです。はい、今行くバッチです。行ってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。行きます。はい、グローのミニです。ミニスタ並びながらグローのミニ見えるって贅沢だよね。はい、これは限界ですね。お、目線来た、目線来た、ありがとう。はい、7回目終了しました。はい、今ですね、ちょっと視聴者さんにお声掛けいただいて、このミニのセルスタジオ、紫かぶりが激しいので紫ピンクのカウンターで緑の光を当てたらどうなるかっていうのが気になるっていう、ちょっとお声掛けいただいて、まあ、確かにそれもあるなと思って、紫かぶりを消すためにフラッシュ、ストロボに緑のフィルターつけて撮ったらどうなるかっていうのをせっかくなんで実験したいと思います。これで撮ってみます。はい、フラッシュに緑のフィルターつけて、それでこのローグフラッシュベンダーでさらに光を拡散して撮ってみます。じゃあもうちょっと実験で試してみます。次なんだ、8回目だな。行ってきます。はい、ミニスター、今日はラインカットでもう終わりですね。なんか閉園のアナウンスも流れてました。はい、今日もね、いっぱい撮れました。いろいろ実験できたんで、この後またね、ちょっと持ち帰って検証したいと思います。はい、ここから自宅になります。はい、今回ね、この動画で見てもらった通り8回ループしてきました。8回撮りました。で、これですね、ちょっと現像してない取っ手出しのこの本当のね、このフィルターつけたこの色のまんまでまずお見せします。せーの、ドン。はい、こちらですね、現像してない本当に取っ手出しの状態です。まあ見ての通りですね、ものすごい色してますよね。はい、これ見方なんですけども、この数字がですね、この取った回数ですよね。で、この数字の下にあるこの丸い色なんですけども、これはですね、このカラーフィルターの色ですね。要はこの色のフィルターをストロボにつけて、でモデル、まあミニに、この光を当ててます。なのでこの色がついてますよね。で、その下にあるのはストロボのアクセサリーですね。なので1番はドームディフューザー、2番3番はローグフラッシュベンダー、4番もドームディフューザー、5番6番もローグフラッシュベンダー、7番ドーム、8番ローグフラッシュベンダーですね。なので現像なしで、まあ取っ手出しだとこのようになります。まあ今回ですね、現像ありきで撮ってますので、まあ、撮った時はもうこんな風にものすごい色かぶってんですよね。それで、このね、グリーティングは紫ピンクの色かぶりがものすごいじゃないですか。で、紫ピンクの色かぶりがものすごいのに、どうしてストロボにさらに紫ピンクをかぶせるのかがわからないっていう風にたまに言われます。
じゃあ、こっからですね、これ現像した写真をお見せしますね。これ現像したらどうなるかお見せします。せーの、ドン。はい、これが現像後の写真ですね。どうですか？これ、全体の色味、バランスよく写ってるでしょ？はい、現像するとこうなるんですよ。これどうしてかというと、この右のスタイルスタジオは、この紫ピンクの光が強いので、で、そこにですね、自分のストロボ、自分がね、白いストロボを当てると、ミックス光って言って、この地明かりの環境は紫ピンクなのに、自分の持ち込んだストロボが白いので、光が混ざって、これ現像して色味調整するのがこれ大変なんですよね。なので、自分のストロボもですね、この環境と同じ紫ピンクにまずするんですね。で、その後に現像ソフトの上で、紫ピンクの色を下げるんですよ。なので紫ピンクのカラーフィルターでストロボを使って全体を紫ピンクに統一して、それで色温度を調整して、現像で調整して紫ピンクの色を抜くっていう作業をしてるんですね。なのでストロボの色を環境光に近づけて、それで現像してその色を抜くんですよ。色抜きしてるんですね。そうすることによって色かぶりを解消させてます。で、それでその紫ピンクのカラーフィルターが薄いのがいいのか濃いのがいいのか、これはもう撮ってみないとわからないので、なので今回ちょっと3つの色でトライ、実験検証しました。で、最後のこの緑フィルターなんですけども、これはですね、確かにこちらのミニのセレスタジオは紫ピンクがものすごい光が強いので、で、その反対色ですね、まあ反対色、まあ専門用語で色相環って言うんですけども、まあ要はですね、その環境の色と反対色、反対の色をまあストロボで当てることによって、まあその光を打ち消してるんですよね。で、やってみた結果なんですけども、で、結局ですね、この現像ソフトの上でこの色温度を調整するこのスライダーですね、バーメーター、これの動かす量が多いか少ないかの違いで、まあ結局ですね、同じような色になります、最終的には。まあ今デジタルでですね、こうやって現像ソフト優秀ですので、まあよっぽどの変な色にならない限りは、まあこうやって調整できちゃいますよね。このストロボにですね、カラーフィルターつけて、こうやって後から色味調整するのをカラーシフトって言うんですけども、これはですね、もう本当にプロの世界というか、まあ、かなりマニアックな、本当に専門的な撮り方ですので、これをですね、よりね、もっと詳しく説明してくれとかね言うと、もう本当にもうこれディズニー夢チャンネルではなくなってしまうのではい、これですね、あの僕も一個ですね、コスプレカメラ夢チャンネルっていうですね、このコスプレ撮影に特化したそういうチャンネルも運営してますので、そっちの方でまたこれ詳しく紹介解説しようと思います。で、この撮影した8枚、改めてこの現像後、色味調整後のこの8枚、ちょっとこれ比較検討してみましょう。この写真の横にある数字と、それからこの色のこの丸と、それからこのストロボアクセサリー、これは説明しましたので、あとその他説明していきます。あとその下 ISO ですよね、 ISO200、400の2パターンで撮ってます。それでシャッタースピードは80分の1、F 値 5.6 で固定です。それで明るさと色味は Lightroom Classic っていう現像ソフトで調整してます。それで今回これね、大きな大画面で一枚一枚見ていいなぁと思ったのは3番、5番、7番、8番ですね。この4つはですね、すごく良かったです。で、これチェックしてみると全部これ ISO400 なんですよね。僕がこれいいなと思ったのは全部 ISO400 で撮った写真でした。それで1番、2番、4番、6番は ISO200 でした。これ今回ですね、 ISO200 と400でちょっと悩んだので、で、まあ撮り比べでちょっとやってみたんですけども、やっぱりね、 ISO400 の方がやっぱね、色が明るくて、まあ、あのスタジオの可愛い雰囲気がよく出てるんですよね。これね、 ISO200 に落として、それで手持ちのストロボをすごく強めにカッと焚く、そういう撮り方をすることで、まあこれはですね、 ISO を落として暗めにして強い光をうわっと当てて、この環境の光をかき消してるんですよね。
あのグリーティングシリーズってね、何度も言ってる通り、色がミックスで混色で混ざってるので、ISO を落として、暗い写真にして、強烈な光を当てることによって、そういった混色状態を吹き飛ばしてるんですよね。そうすると、自分の持ち込んだストロボの色だけで撮ることが可能になるので、でそれで ISO をちょっと下げて、それで何回か撮ってるんですね。でただですね、 ISO を下げてストロボカーッとね、あんまりそれを追求しすぎると、この正面からの光が強すぎてですね、まあ要はね、白飛びしてディティールが潰れちゃったりですね、このスタジオのですね、このピンクの可愛い雰囲気がだんだんこれ消えてくんですよね。で陰影もなくなってって、ちょっとですね、なんか味のない、まあちょっとあののっぺりした、しらっちゃけたような、ちょっとね、雰囲気がなんか伝わらないような写真になってしまうので、あんまりそれをね、追求しすぎるのも良くないなと思いました。なので今回シャッタースピード80分の1、 F5.6 だと ISO400、 まあこれがまあちょうどいいかなと。これ以上 ISO を上げたり、なんか絞りを開けたりすると、この環境の紫がどんどん乗ってきてしまうので、かといって ISO200 ぐらいまで欲張ってしまうと、今言った通りなんかディティールが潰れちゃったり雰囲気が壊れてしまうので、まあ今回はやっぱりですね、この設定、シャッター80分の1、 F5.6、 ISO400、 まあこれが一番まあ落としどころとしてはベストかなっていうふうにちょっと思いましたね。あとはね、ドームディフューザーとローグフラッシュベンダーの違いですね。ドームディフューザーはやっぱり光がちっちゃいんですよね。この大体そうだな、直径10センチぐらいの玉ですよね。で、光源がちっちゃいので、まあ、いくら光が飛び散って拡散するとはいえ、やはり元の光源がちっちゃいので、どうしてもミニにやっぱ影が強く出ますよね。で、ローグフラッシュベンダーは元の光源が大きいので、やはり影が弱いです。なんか、後ろの壁に映り込んだ影がですね、なんか弱くマイルドに、輪郭がちょっとほんのりとぼやけてますよね。ドームディフューザーは光がちっちゃくて玉ですので、やはり影がくっきりとついてますよね。まあその辺はまあ好みで、まあどっちがいい悪いってないんですけども、まあ僕は個人的にはね、影がくっきりよりかは影がちょっとね、ほんのりとやっぱりね、あのぼやけてた方がいいなと思ってるので、やはりローグフラッシュベンダーの方がやっぱりいいなと思いました。まあでもここまで来るとほとんど、いやそれも気にならないよっていう人もいると思うので、もうこうなってくると、もうこれミニのポーズの好みですよね。この3番がですね、ちょっと可愛くって、この右手をですね、ほっぺのところになんかね、ちょっと持ってきてて、この腰の入れ方とですね、この胸の突き出し方、あとこの左手のこの手首のね、この上げ方とかね、これ可愛いですよね。この3番はね、結構初めて見たポーズで、これちょっと可愛いなと思いましたね。あと5番のこの両手持ちもいいですよね。お顔持ちも結構好きなんですけど、これも可愛いですよね。お顔持ちはたまにやってくれるんですけど、はい、これはですね、いい感じに撮れました。あとは7番もよくって、7番はですね、これミニ珍しく、このオブジェクトの方にですね、ちょっとこれ寄ってくれたんですよね。実は撮るときに、ミニの方からですね、僕がカメラ横向きに置いてたんで、ミニアップでグイッて近づいたら、ミニが一瞬ポーズしたんですけども、ちょっと待ってっていう風に言われて、で、せっかくだから、この後ろの背景ごと撮ってっていう風にですね、ミニからなんとリクエストをされて、実はこれ本当はね、これ背景込みで、このフォトプロップっていうんですか、このフォトロケーションと一緒に実はこれ撮ってます。これ横向きで。はい、これが、この写真の完成形ですね。このね、今回のこの衣装というか、今回立ち位置がやっぱいつも微妙で、この右に扉があって、この左にこのね、あのバック紙、背景があって、ちょっとおかしなところにね、右に立ってるので、まあ、今回はこれこのソーシャルディスタンスグリーンの関係で、これまあ仕方ないんだと思うんですけども、距離を取らないといけないからね。で、この日はですね、この7回目に関しては、珍しくですね、ちょっとこの、あのフォトロケーションというか、このフォトプロップに寄ってくれたので、ちょっとこれね、なかなかない感じで撮れました。これを気に入ってます。で、8番なんですけど、これはですね、緑のフィルターをつけて撮ってみました。で、緑フィルターをつけた結果なんですけど、結局ですね、カラーシフトさせる量が違うって感じですね。
5番7番はものすごいこの紫ピンクの濃いフィルターでこの光を作っているので、このライトルームの上で戻す時もですね、このマゼンタ系の色をねグイッとやっぱり戻さないとこのような綺麗な色にはならないんですよね。でもこの8枚に関しては緑フィルターをつけてるので、ライトルームの上で光を戻す時に、まあそれほど戻さなくてもいいって感じですね。戻す量がまあちょっと減るぐらいなんですよ。なのでまあこれピンクをつけてもこの緑をつけても現像するんであれば、まあそんなに変わらないっていう感じですね。なので現像なんて嫌だよ、取っ手出しの一発勝負で綺麗な色で撮りたいんだっていう場合ですね、この8番のこの緑フィルター、これですね、この緑フィルターを色を調整して、この環境の紫ピンクとそれを打ち消すこの薄緑っていうベストの色を探し出して、でこの薄緑のフィルターをでストロボに色をつけて撮れば、紫がねこの緑で相殺されて綺麗な色味になると思います。まあでもそこまでやらないよね。はい、最後にですね、これ自分的によく撮れてるなと思った3番5番7番8番この4枚をですね、この現像前現像後ビフォーアフターをこれお見せしてお別れしようと思います。はい、こんな感じです。いやー、この色かぶりがですね、こんな感じに、まあ、蘇るというか、ね、現像するとこんな綺麗になるんですよね。で、これですね、どうやってじゃあ具体的に現像で色を戻したの？どうやってこういう風に持ってったの？っていうのを、これ説明全然できるんですけども、それやってしまうと、ものすごいこれ本当にニッチなですね、もうスーパーマニアックな動画になってしまいますので、ちょっとこれまたの機会にしたいと思います。はい、なので今回最終的にこの3番5番7番8番はい、まあこの4つがまあゴールって感じですかね。はい、今日の動画は以上になります。これ皆さんついてこれましたかね。これここまでね、見てもらえてる方いましたら、まあこれ本当にお疲れ様でした。こんなマニアックな動画見ていただいてありがとうございます。はい、皆さん3番5番7番8番これどれがいいと思ったか、気に入ったやつよかったら教えてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。